姉高村光太郎千恵子庄「工場の泥を凍らせてはいけない」「千恵子よ夕方の台所がいかに寂しかろうとも石炭は炊こうね」「寝部屋の毛布が薄ければ上に座布団を乗せようとも」 夜明けの寒さに工場の泥を凍らせてはいけない。私は冬の寝ずの晩、水銀中の物見を放って、あの北風に逆襲しよう。少しばかり正月が寂しかろうとも、ち恵子よ。 石炭はたこうね。